ザビエルの頭を黒く塗った男です。今日もよろしくお願いします。さあ、ギリシャの続きをやっていきましょう。貴族が没落していくとどうなるのか。選手が独裁制が始まります。選手制になっていくんですね。選手の出現です。選手って王様みたいな正当性のある統治者、少なくとも王様って昔はね、こう伝統とか文化とか神話とかに根付いて正当性があると考えられていたわけじゃないですか。そういうのじゃなくてですね、選手は、貴族から権力を奪って、貴族とか王様から権力を奪って統治者の地位についたものみたいな意味で、基本選手はまあ独裁ですね。まあ、独裁じゃない場合もありますけどね。二人でやる場合もありますけど、はい。前回のおさらいですけど、大植民時代で今まで他の文明から調達しなきゃいけなかった穀物とかね、鉱物とかの必需品を自前で手に入れるようになったと。手に入れることができるようになったと。ギリシャがね。で、関税とかがかからなくなるので、本当に TPP みたいなこうフリートレードになっていくわけですよ。すると農民が没落して、商人はボロ儲けしてですね、こう地位が変わってくるわけです。で、市民の中には大金持ちが出てきて、貴族の地位が相対的に下がっていく。相対的にですよ。貴族ももともとちょっとした金持ちだったんですけど、市民の方がもっと金持ちになっちゃったんで、相対的に貴族の地位が下がってくるということですね。この時期は金こそ全てだみたいな風潮があってですね、当時の詩人とかは、人が金に振り回されて血統とか伝統、その神の子孫的な血統とかも、もうどうでもよくなるというね、世の中になっていくわけですよ。なので信仰心とかも当然揺らいでくるわけですね。とか、まあそういうの大事にされていた価値観がどんどんなくなっていくのを嘆いていたらしいです。本当高度成長期のこう日本みたいな感じですね。こう三島由紀夫みたいなこう嘆き方をしたのかもしれないですよね。市民が金持ちになると、市民の方がいい装備持ってたりとかね、奴隷の数が多くなったりするわけです。まあ前回もなんか言ったと思いますけど、そうすると戦争の時とか、貴族に守ってもらう必要もなくなってくるんです。もともとは貴族による騎馬戦術とかがメインだったというかね、それくらいしかメインの攻撃方法なかったわけですし、まあ相手も馬使ってくるからこっちも馬使わざるを得ないみたいな感じだったのが、まあこれ、騎馬戦術だったのか、その戦車による攻撃だったのかちょっとよくわかんないんですけど、まあ馬がメインの攻撃手段だったみたいなんですよ。多くの市民がいい装備を持てるようになると、このファランクスが使えるようになるわけですよ。ファランクスってまあでかい盾持ってね、ガッチガチの鎧着てみんなでガンって、もうスクラム組むみたいな感じです。まあスクラムは組まないですけど、ガーンって密集してですね、もう絶対に通さないマンになるみたいな感じですね。まあファランクス自体はこう、オリエントでもね、普通に使われていた戦術で、まあギリシャ特有のものでもないんですけど、オリエントみたいな大平原だと、まあ効果は限定的なんですね。あんまり効果ないというかね。ファランクスは前にはすげえ強いんですけど、機動力があんまりないし、ドンってゆっくりしか進めないわけですよ。で、側面とか後輩、後ろに回れると、結構弱いんで、馬で回られて突撃されたらね、終わっちゃうんですよ。だから、オリエントでは、まあ、限定的な場面でしか使えなかったみたいなんですけど、まあ、その側面に崖があったりとかね、回り込めない地形みたいなね、ような場所ですね。でも、ギリシャにはその限られた地形が豊富にあったわけですよ。周り山に囲まれている状況で、ファランクスやると、騎馬突撃とか、その戦車による突撃とかじゃどうにもならなくなるというわけですね。跳ね返されるんですよ、馬が。そうなると、他のポリスというかね、相手もそれに合わせてファランクス使うようになっていきますよね。馬意味なくなっちゃうんで。こうしてギリシャ中ファランクス使うようになっていくわけですよ。そうするとますます貴族の存在価値なくなっていくんですよ。あいつら馬持ってるけど意味なくねみたいな。戦争でも市民の方が強いじゃん普通にみたいなね。すると政治権力が貴族に独占されているのおかしいだろうと普通に考えて、なんであいつらだけが
家柄がいいからってね、権力あるんじゃいとなってくるわけですよ。で、貴族と市民の利害が離れていってですね、貧富の格差もね、市民の中の貧富の格差も増大して、分断が大きくなっていくわけです。政治を行うべき貴族に対する人心が離れていく。経済的に発展しているのにものすごい社会不安、政治不安の中ですね、没落していく貴族の中から市民諸君の声を聞くべきである出てくるんですね。市民に対して訴え始めるやつが貴族から出てくるんですよ。貴族なのに市民に訴えてるっていうのがポイントですね。今や世の中は大きく変わった。政治も変わらなければならない。にもかかわらず、一握りのエリートが支配しているこのポリス。貴族がいかほどのものであろうか。あえて言おう、カスであると。悲しみを怒りに変えて、立てよ市民。市民諸君こそ、ゼウスに選ばれた民であることを忘れないでほしいのだ。わあ、すげえ市民盛り上がるわけですね。ジーククリース、ジーククリースみたいな。わかんないけど。市民をこう先導して熱狂させるわけですね。そしてその先導した貴族が武力を使って権力を散奪するみたいな。あ、これが戦士ですね。戦士の、まあ、あくまでイメージです。はい。もちろんポリスによってね、出てき方とかいろいろ違うんですけど、もちろん1500もポリスあったわけですからね。人心を掴んでるんで、市民は選手に協力するわけですよ。兵力を提供したりとかね、クーデターを援助するみたいな感じ。なんかこう、悪いイメージで今再現してしまったんですが、まあ言ったら貴族に集中していた権力を奪って、偏りのあった再分配政策とか、権利義務とかを平民とかね、その市民の没落した農民とかのために調整し直すみたいな感じなんで、必ずしも悪い意味ではないです。だから貴族政治を倒して平民の味方となった人だけど、その再分配政策とか権利義務を調整し直すには強烈なリーダーシップがまた必要になったわけですよ。王政の時とかはね、強烈なリーダーシップが必要だったわけですよ。危機の時は。それがまた必要になったので、独裁とか、加藤制の場合もあるんですけど、強烈なリーダーシップで引っ張っていくしかなかったって感じですね。だから、選手がね、その徳の高い人間だったらすごくうまくいくし、クソというかね、ギレンザビ流に言うとカスだった場合はですね、とんでもないことになるというだけでですね、選手性そのものにいいも悪いもないというか、いい人間なのか悪い人間なのかみたいな差なわけですよ、もともとはね。ちなみに選手ってギリシャ語でティランノス、ラテン語でティラヌス、ティラノサウルスのティラノですね、ラテン語だとね。英語だとタイラントですね。バイオハザードとかね、ウルトラマンに出てきますね。明らかに悪いイメージになっとるやんっていうね。じゃあ具体的にこれ選手性見ていけばはね、どうなっていくかわかると思いますんで。この頃はね、アッシリアがオリエント統一していた時期ですね。前650年から600年くらいの時期になります。この頃に選手性やってだったポリスっていうのはたくさんあるわけなんですけど、やっぱりアテネね、見ていきましょう。アテネやっと出てきました。っていうかアテネくらいしかあんまり記録残ってないっていうのもあるんですよ。アテネとスパルタぐらいしかあんま記録がないんですよ。あとはコリントとかミレトスとかメガラとかっていう、都市もあってですね、そっちの方がアテネより先に発展して、大植民時代を迎えて選手制になったのも早かったんですよ。なんです。だから、アテネ、スパルタの前に黄金期を迎えてた、ところは、コリントとか、ミレトスとか、メガラですね。ミレトスは、小アジアの方にある、都市ですけど、メガラとかコリントは、もう、アテネの近くですね。いずれもイオニア人の国家なので、この頃はイオニア人がね、制していた時代って感じなんですよね。ドーリア人っていう後から入ってきた人と、こう、イオニア人とかね、アイオリス人って前からいた人がいるって話をしたじゃないですか。そのイオニア人の方ですね。ちなみにこれ、アテネ、メガラ、コリントのアップなんですけど、アッティカ半島ってこのアテネがある半島ね。アッティカ半島からペロポネソス半島はこっちの方、南の方なんですけど、スパルタとかがある方ね。
ここをつなぐあたりに集中してるわけですよ。アテネってね、例外的に割とポリスの中では平地が広い方なんですよね。メガラとかコリントに比べると何倍もあると思うんですけど、はい。じゃあ、まあ、アテネね、選手が出てくるちょっと前から見ていきます。教科書に出てくる有名どころではドラゴンの改革ですね。ドラゴン。まあ、実在したかどうか非常に怪しい部分はあるんですけど、まあ、ドラゴンは選手ではなくて、アルコンっていう、まあ、ややこしいですけど、アルコンっていう役職の貴族の一人です。まあ、アルコンって何人かいて、そのアルコンが、統治をしていたんですね。アテネでもね。その貴族の中の一人ですね。要は、まあ、貴族です。はい。もうドラゴンの時期からすでに貴族と市民の対立が始まってたんですよ。で、市民が不満に思ってることは、その、貴族が恣意的に貴族に都合よく政治を行ってたことに不満を持ってたわけですね。市民は。で、市民がなんか盗みで捕まると、はい、もう死刑みたいな、ズバンみたいな感じだったのに、貴族の場合は、うち2回ね、みたいな、2回とかっていう、もう、明らかな差があったわけです。おい、ふざけんなってなってたのを、まあ、貴族の中で多分一番発言力のあったドラゴンが、このまま、この対立を放置してたらまずいと思ったんでしょうね。で、法律を定めようと。で、それまでは慣習法しかなかったわけですよ。で、あと、貴族のノリみたいなので決めてたわけですよ。それを、明文法を作ることになるわけですね。で、あんま、メソポタミアから遅れること2000年くらいですけど、ギリシャにも明文法ができるわけですね。ちゃんと裁判しましょうね、とかっていうのを定めていく、みたいです。こんな感じでドラゴンが改革に乗り出すというわけですね。この30年後ぐらいに同じく貴族からソロンという人が改革に乗り出す。ソロンの改革。前594年なので、もうアッシリア滅んでますね。四王国時代です。メソポタミアはね。ちなみに、ソロンはギリシャ7賢人の一人とされてるんですけど、7賢人の中にはですね、選手が3人も含まれているので、選手イコール悪ではないということは分かってもらえると思うんですけど、ソロンは市民の中でもまずはプロレタリアートというか、まあ貧しい側に立ちます。この頃の対立構造は、まず貴族がいます、自由貿易で儲かったブルジョワ成金市民、まあ商人ですね、要は。商人がいます、自由貿易で安い農産品が入ってきたせいで、没落した農民がいます。農民がいますと。いうことで、貴族、商人、農民というね、三つの階層に分かれているような状況ですね。ソロンはまずは没落した農民、身売りした農民の側に立ちます。これを救わないと、まあ農業生産力も落ちていくし、そもそも市民こそ戦争の主力になってきていた時代じゃないですか。なので、兵力も落ちていくことになるわけですよ。貧民が増えすぎると自前で武具を買えなくなっちゃうからね、戦争参加できなくなっちゃうと。ソロンがどう身売りした農民を救ったかというと、特製例ですね。借金チャラみたいな、今までの借金なかったことにしてやってよみたいなね。大体この時の構図としては、このブルジョワ商人が農民に金貸してるわけですよ。で、農民が金返しきれなくなって、その商人の債務奴隷になるみたいなことですね。まあ貴族から借りてる人ももちろんいたでしょうけどね。債務奴隷の売買の禁止もしました。で、農民は歓喜しますよね。それは感激します。やったー、これで自由だーみたいな。そうすると当然ブルジョワ商人たちは不満を持ちますよね。貴族もそうですよね。俺たちが貸した金が返ってこない、しかも債務奴隷も売れなくなっただと、ふざけんなみたいなね。まあそこにこうソロンが入ってきてですね、まあまあ市民諸君聞きたまえ、ソロンが言うんですね。その代わりと言ってはなんだが、参政権を与えようと思っておるんだ。参政権？そうだ、財産に応じて政治に参加することができる仕組みだ。これでですね、500国級とか、なんか騎士級、重装歩兵級、労務者級っていう、まあ4つのランク分けしてですね、参政権を認めようっていう話になっていくんですよ。これで市民も、要は収入に応じてですが、役人になったりとか、将軍になったり、騎士になったりとかね、できるようになるわけですよ。逆に役人をね、こう裁判とか、民会で糾弾して、引きずり下ろすことができるようになったりするんですよ。
そうか、それは悪くないなってなるわけです。しかしいつの世も性急な改革はさらなる歪みを生むもので、新しく役人になった人間は素人ですよ。ただの金持ちで政治経験なんてない。不正がはびこるんですね。すると結局貴族が政治してた方が良かったんじゃないのみたいな空気が出てくるわけです。そもそもソロンが市民に政治をやらせるとか言い出したからおかしなことになったんじゃないのとかね、ブルジョア市民からしてもね、未だに徳政令のこととか根に持ってる人間もいてですね、あのソロンとかいうやつ徳政令出す前に借金してその土地囲ってたらしいぜっていうなんか噂が流れるんですよ。まあその徳政令出す前にね、あの土地を囲っちゃえば自分だけ儲けることができたみたいなね、そういう悪い噂が流れるんですね。多分根も葉もない嘘なんですけど、まあそもそも徳政令って金返さなくていいよっていうことなわけじゃないですか。これ一回でもやると、まあ信用なくなるんですよ。その貨幣に対する金貸す人とかいなくなっちゃうわけですよ。で経済回んなくなるんです。経済って回らないとね、あのシュリンクして、あの縮んでいくんですよ。金を貸すって要は国家の視点で見るとね、まああの当たり前ですけど、まあ、100万貸したら100万の現金と100万の債権が両方できるわけで、この時点で GDP が100万から200万に増えてるみたいな話なんですよ。このサイクルがなくなってシュリンクしていく、あの縮んでいくと、バブル崩壊後の日本みたいな状態になっていくわけです。もちろんソロンもね、別の経済振興策とかを打っていくんですよ。オリーブの栽培を振興しようとかね。でも今まで貴族政治下等制でやってたのをソロンの強権で、やったので、うまくいってない部分を全部ソロンのせいみたいな感じにされちゃうんですよ。ソロンに対する不満が爆発してくるんですね。そこに現れたのが選手なわけですよ。ペイシストラトスの登場だ。続きは次回。選手登場前に終わっちゃったよっていう。この番組は世界史の通史を楽しもうという趣旨でやっています。世界史だけじゃなくていろいろ脱線するとは思いますが、面白かったらレビューとかコメントとか高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。以上、ザビエルの頭を黒く塗った男でした。